12月31日は引き継ぎの日。あ、みんな見てあれ。あ、うさぎちゃんだ。おかえり。ただいまです。1年間お疲れ。うさぎ年が人間界から帰ってきました。聖なる者たちの集まるここ天界に私たちエトも住んでいる。とうとう明日から辰年か。早いな。では辰年代表はリン、頼むぞ。はい、長老、頑張ります。その年のエト代表とその相棒が人間界で神様を務めるのが決まり、2022年、行くぞトラ。2023年、みんな頑張ろうね。うさー、君は少々おてんばじゃから気をつけて。こら、話の途中じゃぞ。憧れの代表に選ばれた。つまり明日から1年間ずっとキヨと一緒にいられるんだ。よし。キヨは私の相棒のタツのことで。キヨ、あっちまで競争。キヨ、ああ、リンはすぐにはしゃぐから大丈夫。人の姿にもなれる幼馴染の男の子。手つないどこ。私たちはいつも一緒だった。でも年を重ねるごとにキヨは私から離れていった。キヨにまた逃げられた。ずっと海から出てきてくれない。つまんない。年頃の男の子なんてそんなものよ。嫌なら他の子と相棒組めばいいのに。それでも私はキヨ以外となんて考えられない。だって私はキヨのことが。キヨー、いるんでしょ、出てこーい。お前本当危なっかしいな。キヨ、なんかキヨ、ん、前と雰囲気変わってる。急に緊張してきた。久しぶり。元気だった？あ、やっぱり。やだ。待ってよ。こんな関係のままなんて。私たち明日から二人で神様しに行くんだよ。知ってる。でも干支の引き継ぎは深夜だし、まだ俺は。だからその前にみんなに挨拶回りへ行きたくて、キヨにもついてきてほしいの。このチャンスを逃がすわけにはいかないんだ。あー、かわいい。一つください。はい、ありがとう。挨拶回りはどうした？あ、つい。キヨも一緒に食べない？羊はタウメ。食べねえよ、そんな子供っぽいの。子供っぽいかな。うん、昔は一緒に喜んでくれたのに。キヨはどうしたらこっちを向いてくれるんだろう。どうしたら、はあ、水でもかけてみようかななんて。あ、あの子が来年代表の神様かな。お、すごい、指から噴水出せるんだ。うわあ、タツは水の神様だからだよ。うわあ、うわあ。これの話で盛り上がってんのか。なんか可愛いな。はあ、よし。え、うわ、犬の形もある。すごーい。水遊びなんかしてまた子供って思われちゃう。
で動画を見てくれてあ